チス、誰も知らないチッチェではなくイカレタコスケでござるよ。さて今回は盟友クエストやっておかないと損しちゃうこと後半戦というのも前回お伝えしたでござるけども、あれからまた時間が経って盟友クエストいろんなことが分かってきたので、で分かってきたら分かってきたでやっぱりこれやっておかないともったいないなっていうのがいっぱい出てきたんでお伝えしていこうと思うでござるよ。前回の復習も軽く兼ねつつやっていく予定でござる。盟友クエストの解放の仕方、まずストーリーを進めていくと、まあフィオレーネさんはねストーリー上で盟友クエストは解放されるんでござるね。で他の人たちはサブクエストっていう形で吹き出しが出てる時に話しかけるとその盟友クエストが解放される。でその盟友クエストをクリアすると、まあ、次の盟友クエストが解放されていくみたいな形で、途中途中に装備の解放があったり、その盟友を重要調査クエストの方に連れて行けるようになったりっていうねご褒美が用意されているでござるよ。なんでそのサブクエストをクリアして終わりではなく、各盟友のクエストを少しずつ進めていく必要があるでござるね。そして盟友クエストの方最後の方までやっていくと、こんな感じで超強力なモンスターと戦えるクエストってのも出てくるでござる。でこのクリアした盟友同行クエストはクリアするとどうなるかっていうと、重要調査クエストの方に移るんでござるね。ちなみに重要調査クエストは重要調査クエストの方できちんとクエストが用意されているし増えていくので、でまずはこっちを進めていく、装備と盟友の解放のために。で重要調査クエストの方になってくると、さっきやった月光世子金色の獣の調査ってのはこっち移ってるでござるね。でかつストーリーを進めていくと、ドン、バルファルクとの盟友戦、さらにはエンサどよめくでござったか、マガイマガドとも盟友戦で戦えてしまうと、まあストーリーでねクリアしておく必要はあるけども、盟友を連れて行ってこの強敵たちと戦えるっていうのが非常に大きいメリットになってるでござるよ。そして目玉としては NPC と一緒に狩りができることで、特殊会話がねいくつか用意されてるんでござるけども、普段接点のないキャラクター同士でもあるものがあるでござるよ。もちろんないキャラクターもいるんでござるけども、例えばロンディーヌとミノト、まあ普通に考えたらあんまり接点ないでござるけども、この二人実は妹同士っていうストーリーがね、ストーリーじゃない背景があるでござるね。ゆえになんと姉トークを展開するという、なかなかちょっと面白い流れがね存在するでござる。話を始めてほしい、無言の狩りはやめていただきたい。気持ちはわかるが話始まらんでござるか。お、始まったでござる。こんな感じでござるね。割と意外な組み合わせというのがあるでござる。そして前回お伝えした通り、これジェスチャーをした場合、こんな感じでジェスチャーを返してくれる。であればよ、クールなお二人にこちら拙者ニャンニャンをしてほしいでござる。ニャンニャンをしてほしいと言ってもやってくれんでござる。がしかしカメラを向けると二人とも違うリアクションをまた返してくれるでござるな。じゃあここでニャンニャンをすればやっぱりちょっとリアクションが間近で見れるだけでござった。がしかしよ、なんと武器構え、ポーズセットの方には反応してくれてしまう。すなわち、こういうこと。バン。しかも、この通り、一回ポーズを決めてしまえば、レイヤーの鏡、そこから動くことはなく、自由な視点で眺めることができるという、圧倒的センシティブカプコン。でござるよ。ほとんどというか、すべてのポーズに、2パターンある上に全て構えを変えてくれるので、これによって圧倒的顔圧倒的な写真撮影会が可能になるっていうね、カメコ大歓喜のサービスショットが入手可能になってるでござるよ。
さて、先ほど強敵に盟友たちを連れて行けることが一つ大きいメリットであるという話をしたでござるけども、まあ、実際じゃあこれじゃあ疑似マルチなんだからモンスターも強くなっているのではって疑問に思う人もいると思うでござる。がしかしよ、どうやらこれはあくまで疑似マルチであってモンスターの体力等々はソロとほぼ変わらない。それが証拠に主人公はお供を2匹連れているでござるね。だとすればNPC たちの攻撃力低すぎないか。そうでござる。実は普通に戦ってる状態でハンターの貢献力の 10% から 20% ぐらいのダメージしか与えられていないという現状でござるね。まあそれでもね、圧倒的に有利に進めることは間違いないし、タコスケも強いモンスター戦うときに10分以上かかっていたモンスターが7、8分で終わるなんてことはザラでござるよ。でさらによ、これ攻撃力は主人公の 10% とか 20% でござるけども、例えば精霊王の加護、スタミナ消費軽減、笛による攻撃力アップ、他にも回復アイテム、落とし穴の使用回数、こういった間接的な攻撃に関してはマルチ同様弱くなったりはしないんでござるね。ゆえにそこを考えるとね、もうソロよりも圧倒的に楽なんでござるよ。もう武器種によっては自分のことを一切回復することもなくって感じで、さらにモンスターが眠った場合、例えばでござるよ、眠った場合は攻撃の手を休めてくれる。これちなみにあのルーチカさんを選ぶとあのオータル爆弾追加で置いてくれるんで、単純にとんでもねえダメージ量になるでござるよ。こういった感じでね、邪魔にならんでござるな。モンスターを捕獲したい時等々に誤って倒してしまうっていうことはなく、かなり AI としてもよくできてるでござるよ。さあここでどのキャラクターもおすすめではござるけども、弱者生存につながりそうなおすすめ武器セットとキャラクターお伝えしていこうかなと。まず一つ目、うつし教官。これいっちゃんメジャーでござるけども、うつし教官の笛には実はあの攻撃力アップ台がついている唯一の笛となってるでござるよ。でミノトと日の絵に関しては、ミノトはまあスタミナ系と、精霊王のカゴで、日の絵に関しては回復持続と攻撃防御アップ台、ちょっとバランス型でござるね。なんでこの3人の笛、まず一つ音色を覚えておくといいかなといったところ、攻撃の移し、それから精霊王のカゴとスタミナサポートのミノト、そしてバランスと持続回復の日の絵でござるね。そしてもう一つ弱者生存、まあ、これガンナー向けでござるかね。ランスミノト、ミノト自身にまず、まあ、ガード系ががっつり乗っていることと、それから陽動が乗ってるでござるね。で、まあ、あの説明にある通りに他の仲間の狩猟もサポートしてくれる、モンスターの注意を引いてくれると書いてあるでござるよ。ゆえに自分にターゲットが向くときつすぎる人なんかはミノトを入れておくと女神様となってくれる可能性があるでござるよ。そしてさらに回復を手厚くするのであればガレアスさん、広域化を持っているのでプレイヤーがピンチになった時にも、あの、粉塵巻いてくれるでござるけども、自分がピンチになった時にも、ある程度ダメージを受けた時にも、回復をした時に広域化によって、味方の体力も回復してくれるという感じでござるね。回復頻度も適度に行うなんで、まあ、体力に自信がない人はこちら。そして、まあ、こっちどっちかっていうと火力支援になるでござるかね。スラッシュアックスロンディーヌと、まあハンマーとかがいいのかな。太刀はね、あのゲージ溜まってなくてぶった切ってしまうっていう話があるでござるが、まあ火力的にもそんな出ない問題ないと思うでござるけども、この二人、まずロンディーヌに関してはスラッシュアックスに麻痺瓶が乗っていること、そして売れ残り一押しアイテムを使ったサポートの中に、あの閃光や音って書いてあるでござるけど、落とし穴も使ってくれるんで、要は通常のモンスター、古竜じゃないモンスターに対して、あの、拘束力が高いでござるね。で、フゲンさん、まあ、ハンマーによる気絶がどれぐらいかわかんないでござるけども、多分頭部狙ってくれると思うでござるよ。で、さらに、五穀から預かったガスガエルを大量に持っているということで、あの、罠が効かないモンスター、古竜等々に対しても効果があると。ただ、あの、ガスガエルは、プレイヤーにも効果があるんで、そこだけ要注意。おそらく、今後、アップデートで盟友は増えるんではないかなと。特にね、この辺でござるな。全くかなり押し押しで出てきてるのに全然何にもないラパーチェさんとかね、出てくるんではないかなと思うでござるよ。なのでぜひとも進めておきたし、単純に
あの貝イカ素材以外であれば集める上でソロでやるんであればまずね行って損ないでござるから、まあ、強いて言うならあの単体モンスターで通常クエストとしてあの盟友クエストにいないモンスターがいるぐらいでござるよ。というわけで誰も知らない怪竜とイカれた小助であったござったっていう回れ回れやれ風車また同じ場所へ帰って揺れ